レイラ・エルは、イングランド出身のダンサー、モデル、元プロレスラー。アメリカ合衆国のプロレス団体 WWE に所属していた。2006年のディーバサーチ優勝者である。2006年のディーバサーチに優勝後、WWE と契約。9月より、バックステージのインタビュアーとして、スマックダウンに登場した。2007年1月、ECW に移籍。 ECW では、ケリー・ケリー、ブルックと共にエクストリーム、エクスポーゼというユニットを組み、主に試合の合間などにダンスを披露していた。6月にザミズが ECW へ移籍してくると、他のメンバーと共に、水と行動を共にするようになるが、11月頃から、ケリーと仲間割れして、構想を開始。同時期に、ブルックが解雇となったため、エクストリーム・エクスポーゼは、自然消滅した。 2008年、追加ドラフトにより、RAW に移籍。ジェイミー・ノブルに言い寄られるストーリーが展開された後、9月からは、同じ英国人のウィリアム・リーガルに付き添って行動した。2009年の追加ドラフトでは、スマックダウンに復帰。移籍後は、ダンスバトルで敗れたことをきっかけにイブ・トーレスと、抗争を開始した。10月にスマックダウンに、 ミッキー・ジェームスが移籍してくると、ミシェル・マクールと共に、ミッキーに対して、必要な嫌がらせを行った。2010年3月からは、ベス・フェニックスと敵対。ミシェルと行動を共にするようになってから、主にミシェルを手助けするポジションにいたが、5月14日に行われた2対1のハンディキャップマッチで、女子王者のベスからホールを奪い、自身初の、w、WE 女子王座を獲得。 後にミシェルとの共同王者となり、王座戦ではどちら一方が戦うことになった。NXT シーズン2ではカバルを指導するプロを担当し、ミシェルと共にレイグールとして登場した。8月からミシェルと共に、RAW のディーバズ王者のメリーナと交想。9月のナイトオブチャンピオンズにて、ミシェル対メリーナの王座統一戦で、ミシェルが勝利し、共同統一、ディーバズ王者となった。 その後は、ナタリアと抗争し、タイトルを防衛していたが、11月21日のサバイバーシリーズでのハンディキャップマッチ形式の統一、ディーバーズ王座戦で敗れ、王座から陥落した。2011年、負傷により一時離脱するが、約1年後、エクストリームルールズ2012にて復帰。いきなりディーバー王座を取得する。その後、ナイトオブチャンピオンズで、 ケイトリンと王座戦をするはずだったが、イブトーレスの策略で、ケイトリンが負傷したことで急に、イブと対戦することになり、王座から陥落。ケイトリンと共に抗争を続けるが、王座ダッシュはならなかった。2013年の RAW20 周年では、ケイトリンが王座を取得。それ以来、2月から3月頃に王座を欲する、雰囲気を醸し出し、 ケイトリンに絡むようになったが、ケイトリンとアージの構想が再発したことで、ケイトリンのセコンドや友人として活動。8月、ケイトリンを裏切り王座戦の邪魔をすることで、アージの仲間になったが、後に離脱。2014年には、ファンダンゴのパートナーダンサーとなり、見捨てられていたサマーレートの三角関係ギミックを繰り広げた。7月、いつまでもはっきりしないファンダンゴに対し、 サマーと共に暴行を加えて、ファンダンゴを追い出し、リング上にて二人で踊りを披露。その後も二人で、ファンダンゴの試合での妨害を続けたほか、チーム名、スレイヤーズを名乗る。2015年7月、元 WWE スーパースターのリッキー・オルティストの婚約を発表。2015年7月引退。ありがとうございます。